日本人2人が過激派組織イスラム国に拘束されたとみられる事件で、2人がシリアに入った経緯が分かってきました。シリアとトルコの国境の町に荒木記者がいます。中継です。私の立っていますのはトルコ南部ガジアンテップという町です。ここはシリアの町ハレッポのほぼ真北に位置しまして、拘束されている後藤さん、そして湯川さんがシリアへと入っていった国境の町キリスまでは車でおよそ1時間ほどの距離になります。そしてその後藤さんと去年10月後藤さんが消息を絶つ直前まで行動を共にしていたというシリア人男性によりますと、後藤さんは取材もさることながら友人であった湯川さんの様子を何としても知りたいと話していたということで、話していたということです。そしてイスラム国入りに、後藤さんは強い、こだわりを見せていたと話しています。その、イスラム国からは、特に新しい情報がまだ入ってきていない状況の中で、こちら中東アラブのメディアでは、今回欧米人が中心であったこれまでの殺害予告ビデオで初めて日本人が、それも2人同時に、さらに安倍総理の中東訪問に合わせて出てきたということで大きな関心を寄せています。しかしながらこれまでの事実関係を淡々と伝えるのみでして、事態打開につながるような新たな情報はまだ入ってきていません。そして日本政府の対応ですが、隣国のヨルダンの首都アンマンに対策本部を置きまして、こちらに中山外務副大臣を発展するなどして対応に当たっていますが、今のところイスラム国側と直接交渉をできるような状況にはなっていない模様でして、72時間という期限を前にしてできることは極めて限られていると言えそうです。